ランチア D50 は1954年から1955年にかけてランチアが F1 世界選手権で使用したフォーミュラワンカーである。その後スクーデリアフェラーリに譲渡され1956年はランチアフェラーリ D50 として使用された。1957年の名称はフェラーリ801回1。エンジンとドライブシャフト。 燃料タンクの配置図ランチアは、モータースポーツ愛好家のジャンニーランチアが、経営者となってから、スポーツカーレースに参戦し、1954年から F1 世界選手権に進出することを計画した。開発主任のビットリオヤーノは、D50 の設計にあたり、当時としては、先進的な技術的挑戦を行った。従来のフロントエンジン車は、 操縦席の下にドライブシャフトがあったが、D50 はエンジンを前後中心線から12度オフセットすることで、ドライブシャフトが操縦席の横を通るようにした。これにより、前方が低くなり、前面投影面積を小さくして、空気抵抗を減らすことができた。また、エンジンをシャーシと接合し、車体構造の一部とすることで剛性を高めた。 この手法は1960年代後半から F1 で普及するエンジンのストレスメンバー化の先駆けとなった。燃料タンクは車体左右に張り出したサイドポンツーンの中にあり燃料消費による重量バランスの変化を抑えた。サイドポンツーンは前後輪管の空間を埋めるエアロパーツとしての役割も果たした。 ランチアは高額の契約金でフェラーリから2年連続チャンピオンのアルベルト・アスカリを迎えたが、D50 の開発は遅れ、デビューは1954年シーズンの最終戦、スペイン GP にずれ込んだ。この年は、メルセデス・ベンツ W196 が圧倒的な強さを見せていたが、アスカリは、ポールポジションとファステストラップを記録して、マシンの潜在能力を示した。 メルセデス・ベンツのエンジニア、ルドルフ・ウーレンハウトは、後年、1950年代半ばに、彼らが脅威を感じたマシンは、ヤーノが設計した D50 だけであったことを認めている。1955年の第2戦モナコ GP で、アスカリはトップに浮上した直後試験から港に転落。海中から無事救助されたが、その4日後、 モンツァサーキットでテスト中に事故死した。エースドライバーの死と資金難に見舞われたランチアは F1 撤退を決断。D50 はわずか4戦で姿を消すかと思われたが、イタリア自動車協会の仲介でフィアット、ランチア、フェラーリの三者交渉が行われ、ランチアが6台の D50 とレース資材1歳をフェラーリに譲り渡し、 フィアットが向こう5年間フェラーリに資金援助するという合意がなされた。これに伴いヤーノラ技術陣もフェラーリに移籍した。フェラーリは最終戦の地元イタリア GP で D50 を投入したが、イングルベールタイヤとの相性が悪く、フリー走行や予選でトレッドが吹き飛ぶアクシデントが続出したため、決勝での使用は見送られた。フェラーリに渡った D50 は、 回収を施され、1956年シーズンの主力マシンとして使用された。名称は、ランチアフェラーリ D50 と呼ばれた。エンジンは、ショートストローク化され、D50 の特徴であった、外部燃料タンクは、操縦席後方に戻された。サイドポンツーンは、メインボディと一体化されたが、内部は空洞である。フランス GP 予選では、 空気抵抗を減らすストリームラインボディも試された。初戦アルゼンチン GEP には、旧車555回1の車体に D50 エンジンを搭載したバージョンも持ち込まれた。チームには、前年のオルマン24時間レースの大事故で、レース活動を止めたメルセデス・ベンツから、チャンピオンのファンマヌエル・ファンジオが移籍してきた。フェラーリ勢は、若手のルイジ・ムッソが一生。 ピーター・コリンズが2勝、ベテランのファンジオが3勝し、コリンズとファンジオがチャンピオン候補となった。最終戦イタリア GP で、ファンジオはステアリング故障のためピットに戻るが、ピットインしたコリンズからマシンを譲られ、レースに復帰し、4度目のドライバーズタイトルを獲得した。1957年は D50 が大幅に改造され、名称も フェラーリ801回1となった。801は F1 用の8気筒エンジンマシンを表す。エンジンとシャーシは新設計され、サスペンションも回収。サイドポンツーンは廃止され、伝統的な砲弾型のボディに戻った。この年のフェラーリは、マセラティとバンウォールの影に隠れて一生もできずに終わった。ドイツ GP ではマセラティに移籍したファンジオに、 伝説の大逆転劇を許した。また、スポーツカーレースで、エウジェニオ・キャステロッティとアルフォンソ・デ・ポルタゴが、相次いで事故死するなど、フェラーリにとって暗い話題の多いシーズンとなった。数値は、フェラーリ801回1のもの。ダグ、ない、1950から1999、グランプリカー・オブ・ザ・イヤー、F1 クラブ第29号、二馬車。 2000年3月、53ページ。林信二、F1 全市1950から 1955F、1世界 GP の夜明け、メルセデス無配信は、F1 全市第9週、ニュース出版、2000年6月、120から12万1127ページ。AB r 全ゼンチン GP は、ムッソのマシンを、ファンジオが乗り継いで優勝した。当時は、 ドライバー交代が認められており、優勝した場合マシンに乗った各ドライバーに一勝が記録される。フェラーリドットコムオールモデルズ801回1。ありがとうございます。